トロイゼーンは、ギリシャペロポネソス半島北東部の地名。古代ギリシアの都市国家の一つであり、ギリシア神話の英雄テイセウス首相の地と伝えられる。現在は、トリジナと呼ばれ、ギリシャ共和国アッティカ地方、トリジニア市に含まれる一地区である。アテネの南西約60キロメートル、サロニコス湾を隔てたペロポネソス半島東北部に位置する。 コリントスからは東南へ約 60km、歴史的なアルゴリスの中心地、アルゴスからは東南東へ約 60km 離れている。現在の行政区画ではアルゴリス県ではなくアッティカ地方の所属である。トリジナの集落はトリジニア市の中心、ガラタスから西へ約 7.5km 離れている。海から約 3km の内陸にあり、古代都市の遺跡が残っている。 ヒッポリュトス伝説にまつわる信仰は、この古代都市周辺で生まれた、トロイゼーンの娘たちは、伝統的に結婚する前にカズフサの髪をヒッポリュトスに捧げていた。サラミスの改善に先立ち、アテナイの女性や子供たちは、アテナイの指導者、テミストクレスの指示で、トロイゼーンに疎開した。1959年、この町の喫茶店で見つかった石碑には、 アテナイからの疎開を命じたデミクレトスの布告が刻まれていた。石碑にはサラミスの戦いの200数年後の日付が記されていて、おそらくかつての記憶を留めるべく作成された複製だと思われる。トロイゼーンには小アジアのハリカルナッソス人が建てたイシスの神殿がある。トロイゼーンが彼らの母としだったためである。イシスの像はトロイゼーンの人々によって奉納された。 ギリシャ独立戦争中の1827年5月、ギリシャの臨時政府はトリジナで第3国民会議を開催した。この国民会議では自由主義的な第三憲法が制定され、また、ロシア帝国外務次官、イオアニス・カポディストリアスが初代大統領に選出された。ガラタスピレアス県における旧トリジナ市トリジナ地区はトリジニア市を構成する行政区である。かつては、 ピレアス県に属する自治体、トリジナ市であった。旧トリジナ市も、トリジナの村落の他複数のキノティタが編成されたもので、その中心は、サロニコス湾に面した港町ガラタスに置かれていた。地域南東部の飛び地、シグマアルファーローオメガニューデルタアルファーと、ラムダアルファーカイアルファーイオタカッパアルファーは、もともとはガラタスの飛び地である。カリクラティス改革に伴う、 自治体統廃合によって、トリジナ氏とメタナ氏が合併して、トリジニア氏となり、旧氏は行政区となった。トリジナ地区は、以下のキノティタ及び集落から構成される、表中の、デルタ。デルタはデルタイタミュータウイオタカッパ。デルタイオタアルファミューロウイオタシグマミューアルファの逆であり、カポニストリアス改革による統廃合以前の旧自治体に由来する区画である。 内は人口を示す。ギリシア神話によると、この町の名は、エイリス王、ペロプスの息子の一人、トロイゼーンに由来する。ピッテウスとトロイゼーンの兄弟はこの地を訪れ、もともとこの地にいたアエティオスと共に王となった。しかし、兄弟の権力は、アエティオスを足、トロイゼーンが没するとピッテウスは三つの都市を併合して、町の名をトロイゼーンとした。ピッテウスの娘、アイトラーは、 アテナイをアイゲウスとの間に、英雄テイセウスを見ごもった。アイゲウスは、アテナイに戻る前、巨岩の下に、自分のサンダルと剣を残し、テイセウスが岩を動かせることができたら、サンダルと剣を持って、父のいるアテナイに来るよう言い残した。テイセウスは青年になった時、その岩を見事に動かすことができた。さらにトロイゼーンは、エウリピデスの悲劇、ヒッポルトスの舞台でもある。 テイセウスの子ヒッポリュトスに、ママ母パイドラーが禁断の恋をしてしまうという話で、ある。ヒッポリュトスは町を離れるが、海から出てきたお牛に馬車を攻撃され、死んでしまう。同じテーマでセネカは、パエドラを、ジャンラシーヌは、フェードリを書いているが、どちらも物体はトロイ全員である。トロイ全員には、天馬、ベーガソスが地上に降り立った時にできたとされる泉がある。神話上の人物。 ありがとうございます。